はい、どうも、サティックでございます。それでは前回続きやっていきましょう。前回ヘブルチの、場所近くにやってきまして、ちょっと待って、嘘、わ、ちょっと待って、コントローラー反応しなかった。なんで、なんで、おおおちょっと待ってよ、待ってよ、ちょっと早くね、くんの早くね、ちょっと早い、ちょっと早い。開幕いきなりちょっとさ、仕掛けしすぎだって、それは焦るから。ですね、前回続きということで、空賊王ヘブルチのアジトまでやってきました。必須糸玉を探してる途中なんですけれども、もう見つからないからいいやということで、先に進んでおります。はい、危ないチェンジ、魔法ヒール、オレバーにチェーン。よしよしよし、オレバーじゃねえ、オリバーや、オリバー。オリバー、そろそろ回復魔法1段階上が覚えたいな。待て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 、もう他のやつもうちょっと頑張って足止めせよ、足止め。そこで貴様は俺が倒す。あったー、よしよし、刺しの勝負ならいける、全然いける。数が多いとまだ攻撃力高いからね、しんどいもんあるけど、刺しなら全然いけるね。よし、それで今回は風俗をエブルチの門を叩きに行きたいと思いますんで、よろしくお願いします。行きましょう。カプチーノ使おう、もうしょうがないよ、これもうしょうがないよな、こんなもんな、使わんとやってられへんで俺。よし、とんでもない状態でセーブされてるっていう、目の前にめっちゃいる、めっちゃいる、めっちゃいる。へい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 、まあ落ち着けよ、どうしたんだい、へいへいへいやで。よし、やっちゃろうじゃねえか、この野郎、殴り飛ばしてるぜ。あた、あれ意気揚々と仕掛けていってのミスで、あるある、痛い痛い痛い、すごい集中攻撃食らってる今、すごい煙玉、あーこれまた目見えなくされるやつ。あれ言っとくけどさ、ルッチさ結構足が遅くなるのね。ルッチ結構範囲から出てたと思うんだけど、気のせい。マルさん、マルさん、あなた自分回復してもらっていいっすか、自分回復してもらっていいっすか、それちゃんとしっかりしてもらっていいっすか、先輩頼みますよ。あたー、ファタ、よし、お前回復技持ってんだから自分で調節してよ、そこは頑張って俺を盾にしていいから頑張れって。ほっほっ、見ました、今見ました、見ちゃったぜ、イエーイ、ウォーウォーウォーウ、進化 OK、 やばい、来た、これあれかな、ムーン極上だけ、ムーンドロップじゃダメ、あ、ムーンドロップダメだ、極上なんだ。あーでもあと1で覚えるね、ストームブレード、やばい、どうしようこれ、あーすごいすごいすごい、多分これ上が回復系だね、お祈りってあるから多分上回復系だわ、下は攻撃系ちゃうかな、うん、じゃあ下がセバスチャンとセバロフ、おい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 、めっちゃ弱くなるけどな、その代わり移動速度が上がる、下は行動速さが上がるのか、あーこれも悩むとこやね、属性も変わるし、光タイプと風タイプ、水と全然違うタイプになるんや。あと1あげましょう。ストームブレードっていうのを覚えてから進化させましょう。やばい、ついに最終進化来た一体。で、あそこにいるクエストモンスターを倒します。いきますよ。めっちゃ強そうですけど、やりますよ。やってやろうじゃねえか。お前先話しかける！フーガンと戦いますか？行くぞ。おうおうおう、露骨に亀やけど、なんかすげえ獅子舞みたいな凛々しい顔しとんな。行くぞー、あたー、ぼちぼちか。ぼちぼちやね。まだ大丈夫。まだ焦る感じじゃない。まだ焦る相手じゃない。さあ、初戦20ぐらいやろ。いけるいける。1体やったら結構いけるで。複数体出てきてるわけじゃねえんだったらいける。押せ押せ。でも、ルッチ以外全然ダメージ与えてないんやけど。ルッチ以外全然やな、もう。ダメージ量がかすすぎる。ルッチ以外のダメージ量がかすすぎるんだけど。頑張って、ルッチ。ここはでもね、ルッチじゃなくてあいつの出番やね。ああ、もうすぐ行くぞ。出そう。我が最強のしもべ、ガンロック撃つんだ。あったー、120 決まったぜ。やっぱブロック拳最強説。やばい。あー、これまずいかも。食らうわ。もうしょうがない。あいってー。これもしょうがなかった。いや、間に合わんかった今。ガンロック撃つ !130!113 やった。間違えた。全然違った。そろそろさ、双葉さんさ、回復してほしいんだけど。まさかもう回復できん、お前。まさかもう回復できん。マジか、お前。お、来た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 。焦った焦った。しっかり回復させてね、しっかりヒール、オリバーヒール、おー、こっち向いてる、こっち向いてる、へいへいへい、落ち着け、ルッチチェンジ、よっしゃ、ルッチチェンジして殴る、いや、やっぱねー、ブロッケンのおかげだわ、ほんとクソ強い、ほんとに負ける気がしねえもん。押せ、一気に押せ、畳みかけろ、もうちょっともうちょっと、いけるいける、痛い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 、
いけるいけるいけいけいけよしくぅーしかも回復も集まってくれるおかげでバッチリできるって。そしてここで丸のレベルが上がって MP 回復。よーしゃ素晴らしい。あのあいつほっとこ、あいつ無視、あいつ無視、よしよしよし、やめてやめて、強いからあんま戦いたくない、やめてもういじめられるわ。あーでもそうか、あと1上げてセバを進化させたいのもあるね。セバ進化したらまたしばらく1軍では使えないですね。もうクソ弱くなりますからね、進化させたら。痛い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 、ちょっと集中攻撃しすぎちゃう、いじめすぎちゃうか俺のこと。お前この野郎ってめ調子乗んの、あんまり。うるおる、セバよう考えると防御力も雑魚いんだよね。だからダメージ量が結構でかいんだよな。おお、すげえ集中攻撃されてるやん。守ってやろう、今行くぞ。せい、あ俺じゃなかった俺以外のやつ決め技を取られてしまった。やるじゃないか。お金はすごいよ、もうね。お金はもうねめっちゃあんだよ。言うとくけど、言うとくけど、お金やばいからな。おっと待って、どっち、こっちでいい。よし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 、ヘブルチの相手近づいてきた。もうちょっともうちょっと頑張ろう頑張ろう。よし、コブヒンチーフ、コブヒンチーフ、新しい、初めましてよ、初めましてよ、初めましての子がいる。初めましての子はな、仲間になりたくも逃げたら仲間にしているよ。まあこの辺のやつまだ全然仲間にしてんから、ガンガンなりたそうな感じで見てたらしますけど。押せ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 、おら押せ、おらてね、うら、よし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 。でコブヒンチーフをね、チーフを殴っていく。チーフ集中攻撃、オッケー、素晴らしいね。よしよしよし、ちょっと一時期やべえかなと思ったけど、やっぱりこうね、この辺のボスを倒せたことによってこう自然とね自信みたいなのが出てきますよね。オッケーオッケー。そろそろあれだよね、仲間もさ、よく考えたらこのサブ、これ考えんといかんね、これをね、このサブとも考えんと。よし、鳥さ出てきすぎやろ、逃げれへんねん全部。後ろから先仕掛けたれ、あ後ろ取ったことにならへんかった、前やん、先仕掛けたれ、もう絶対来るもん来るって分かってんのに。よし行くぞ、やっちまえ。オーケー、あーしまった、いきなり開幕救い抜かれさせちゃった。ヒール打っときゃよかった、しまったね。やってもだわこれ、俺の失敗だわ。押せ、おら、おしマジバード殺した、鳥野郎ぶっ殺していく。すごい集中攻撃されてるけど、すごい集中攻撃されてるけど、うるらてめえ。よしよし、ここ横から、横腹を、横っ腹を、横っ腹を切っていく。そしてそっちに、俺全然狙わへんなお前全然こっちは狙わへんな、こっち狙えよお前、攻撃してる方向かんかい。開封ブラシだ、発芽ピックルもや、やべやべ、発芽ピックルも来ちゃった。開封ブラシって何、そもそもこれ何、これあ封印、あれなんかやった気がするわ。発芽ピックルも多分35でなんか覚えんじゃねって気がするんだよな。ちょっと一回見るだけ見てみようか。スタートアップ、あない、だからもう全部覚えてる。どっちだろう、えどっちだろう、今さ能力的にはさ緑ピックルか、あーでも際どいとこだね。タイプは一緒だ、タイプは全然一緒、行動の速さとかも完全に一緒で、守りが高いのが緑ピックルなんだよね。そこは技が落ちる、で技が上がる代わりに守りが2下がるのがお花ピックル。ちょっとごめんなさい、目薬タイムです。今日なんかすっごい目かゆい。 OK、 どうしようかな。水のカーテンってのはこれ回復技かな、攻撃のマーク書いてあるけど、これあの回復するやつってどんなマークやったっけ、キラッて光ってるやつか。癒しの風、風か、上か、なんか上臭いね。癒しの風覚えて最後のキラキラの方がいい気がするんだよね。こっち多分攻撃技だろう。お花ピックルにしましょうか、回復タイプにしたいんで。お花タイプします、行くぞ、進化。このタイミングでセバ進化させたらまずいな。一気に雑魚くなるな。もうちょっと、やらんとダメやね。なんかあんま見た目変わらん方やったけど、まあしょうがないな。まあそこはしょうがない。技なんかある？あ、ケーキあるわ。一個だけ食べとき、あげるあげる。はい。はい。イエーイ。ちょっとだけ。よし。愛情レベルが少し上がった。愛情レベル一番高いの。愛情レベルもね、上げると何があるのかわかんねえからね。またちょっと上げてかんと。さあ、ヘブルチ行きますよ。よし、ヘブルチに行く前にレベルを上げたことを後悔しそうな気もするが、まあ仕方ない、進化させたこと。マジか、あ洞窟的な感じか、アジトだろ。でも村的な感じになってると信じたいんやけど、ダメ、
すっごいテンション上がってる子いるで。ほんまや。だってアジトなんやろ。おー、すげえ船。おう、空飛ぶんやろあれ。飛行艇かっこいいねー。ヘブルジ大丈夫だ。まあ知ってて来たけどな。知ってて来たけどな。俺、村的な感じじゃないの？そういう感じになってるやろ多分。なかなか面白い海賊バーグや。嫌いじゃないな俺。うん、そこにいるよね。もうすっげえオリバーとマルはダメだ。ダメだ、もうこいつはガキンチやからもうテンション上がっちゃってる。そっちか。あ、お前急に冷静になったな、お前。それオリバーかわいそうちゃうか。さっきまでテンション上がってたのに、その急に冷静な感じずるくない？うん。よし、行こう。見つからないように。あ、やっぱダンジョン系。ダンジョン系っすか、これ。あ、ダンジョン系臭いね。マジで。なんか村的な感じ期待したんやけどな。まあええか、これあるし。回復、よし。とりあえず回復した。ちょ、いい場はいいわ、セーブ。どうした、行こうか、じゃあ。行こうかはええんやけど、これマップどうなってんの。まあいきなり中入ることになったけど、まあこっち見に行くよね、まずね。まず、うそぴょーん。でもなんかここさ、アングル変わるってことはさ、なんか出てくんちゃう、これ。後でね。アングル変わるってことは出てくんじゃねって気がすんな。ちょっと期待していいんじゃないのこれ。いいんですって。よし、行こうか。見つからないようにって堂々と乗ってってけど大丈夫なのこれ。パターンとしてはな。ほら、来た。ほら、来た。ほら。ほんまや。すげえ囲まれてるやん、ほんまや。野郎ども、うるせえぞ。出た、お前か、クソコ。こいつか、おかしら。いかにもって感じだ。めっちゃ笑われてんて。そうそうそう、会いに来た会いに来た。すっげえ笑ってんて。なんかさ、あれ、安っぽい山賊に。なんか神木役者みたいな、安っぽい。どうした？あ、グラディオンに気づいた。お、変わった、グラディオン様様やな。さすが、すげえ。おう。そうそうそう、倒すためやね。そう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 、倒すためやで。めっちゃ笑ってんだ、ほんまに。あ、いきなり戦う感じやん。うん。いや、戦うやろこれ。ほら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 。遅いな、お前気づくの。え、なになになに、ちょっと待って、違うくね、違うくね。え、これと戦うの、嘘やろ。ペットまさか。赤き仕草、石竜。もうそのままやけどさ。え、あれ、これヘブルチのペット。おい、ずるくねこれ。おい、お前が戦うんちゃうんかい。それお前ずるくねえか。やってやろうやけ、お前。行くぞ、お前ら。来る、来ない、来る、来ない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 、守る、はい。どう、これなんかガードシールドみたいな感じだな、今のこれは。ちょ、待って、来た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 、守る。あぶねえ。ちょ、待って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 、早く守る、来い。よし、あぶねえ。オッケー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 。結構やばいね。守る使って銃食らうってことは結構これやばいな。素の攻撃力自体は20だから、そんなに高くない。さっきまでの雑魚とそこまで大差ない感じ。まずいね、これ。ガードにしようか。守る、はい。どうする、あっ、お前さ、ガードしてたくね、俺今。俺今ガードしてたくね。ちょっと待って、どうした。おう、ゲーズ毒、マジでガードが溶けた瞬間を狙って。待って待って待って、ちょっと待って、こいつガードできひんでやばい気がする俺。なんかそんな気がしてきた。オッケーオッケー、なんでそいつを出したし。
なんでそいつを出したし、なんかガードできんってやばい気がするよね。これ使おうか、オーラバリア。よし、こんな技あった、忘れてた。オッケーオッケー、全員の防御力上がった。オッケーオッケー。そして挑発して灼熱ブレスでやられる前に叩く。多分大丈夫、大丈夫、多分あっち行ってる、あっち行ってる、ほらあっち行ってる、あっち行ってる。よし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 、丸直接狙われてるし。やばい、直接はずるくない？どうやってシールド外れたタイミングをこれ察知するんだろう。わからんけど、あいた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 、押せ押せ押せ、ガンガン押せ、ガン押しガン押し、もう力でねじ伏せていこう。来るぞ来るぞ、守れ、はいガード、はい、来るぞ。だよね、ウッキーじゃ守れないよね、知ってた、それは知ってたよ知ってたけどしょうがない。行くぞ、ほら、あやばい、ルッチやばい、ルッチやばい、ルッチやばい、はいチェンジで魔法をオーラバリアをやったしな、なんかやってみるか。あーでも回復なくなった時用に俺回復いといた方がいいんだよな、それ忘れてた。アイテムちょっと一回確認しよう。バッチリコーヒーあげよう、危ない危ない、セバ受け取れ。よし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 、来るぜ、また守る守る守る、シェフト、はい、ガードだ。よし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 、バッチリバッチリバッチリ。ドラゴンオーラ、何やこれ。ああ待って待って、来た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 、炎タイプに炎は効くかどうかわからんけど、やったろ、吹き飛ぶがいい、ファイヤーストーム、いけ、オーラぶつかわせ。これあれやな、ブロッケンで取ったらやばかったよな。また来た、ガード、はい、折れちゃう、お外しちゃった、なんかグラビモスみたいやねグラビモスのグラビーノみたいやな。よし行こう、もうさ取れたんちゃうの、ガードのやつに。あガードなんか書いてある書いてある、あ見えた見えた、上に書いてあるわ、最初気づいてなかっただけで書いたんやねこれ。オッケーオッケー、あじゃああれなくなった瞬間毒ショット試してみようか。ちょっと待って、連続でめっちゃくんな、めっちゃくんな、待って待って、よし危ねえ、あちょちょちょ、火の玉ちゃん火の玉ちゃん、間違えた間違えた間違えた、しかもあーかこれ当たるわ、あ当たってない、やったで今チャンス来た、ここでえ何何ショット、毒蛇ショット行くぞ、毒蛇ショットバキューン、行った、来た、毒当たった、いい感じで当たった、いい感じで当たった、ここからここからお前に変えて殴れ、ブロッケ行けー飛竜の角を盗んだ、なんか盗んだなんか盗んだ、やった、おせおせ、毒めっちゃ食らってるくない、170って出たって今マジで言うてんの、あまずいこっちにしよう、危ない、そして守る、危ねえ、オッケーオッケーオッケー、今すげえ早かった俺、痛い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 、ちょっと待ってちょっと待って、目覚めのカプチーノを使う時が来たようだ、受け取れカプチーノ、よし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 、助けて俺を、俺を助けて、やばい技しようとしてるからあの子、あぶねえ、あれやばいな、あれ絶対真正面が食らったやばいやつやな。しかし毒ショットめっちゃ強いな、使おうかもっと、守ってで終わった後毒170も食らったもんね、毒蛇ショット、これでファイヤーショッツ、あこれも連続でいけるんや、いいねいいね、じゃあこっからこっから、はいはい、撃つ、ドーン撃った、よし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 、戦え、いけ、ほら押せ、すげえ食らってる、やっぱりまずい、チェンジチェンジしてチェンジして守る、はい守るシフト、はいオッケーでチェンジで、またショット、毒蛇、おオーラバリア、おいいねいいね、なくなった使ってこう、なくなった使ってこう、あれちょっと俺のショットがショットは消えたんだけど、毒蛇ショット撃つ、あらやるなこいつ、やるな、なかなか、毒蛇ショットリローディング発射、完璧、こういうことやろこういうことやろ、こういうことなんだ、こういうこと、こういうことなんだ、いけブロッケン、出して出して殴る、はい行こう、おし、いけいけるぞお前なら、押せ押せ押せ、いけブロッケン倒せ、いける、あとちょっと押せ、もういける、いけ押し切れ、もう押せ、力で押せ力で押せブレスと関係ない、よし毒蛇ショット思った以上に効果的だった、もっと早く使えばよかったこんな強いとは思わんかった、めっちゃ効くやん、でも毒の効果時間短いね、一瞬なんだな、やったぜ、お肌ピックル12まで一気上がったで、やばくね、すげえ上がったで、ほらすげえ上がった、まだ足りねえけどな、よし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 、 OK、 どうよ、
お前が戦ってこいよ、お前ふざけんなよマジ、来いよほら。ほんまや。グラディオやろ。あ、女王様もなんや。あれ、お前知り合い女王との、あ、こいつ関わり合いあるんやぞ。まずいぞって言ってるやん、ほんまや。なんや、女王のこと知ってるやんこいつ、どういうことや。そこを詳しく話せよ。あ、なんかバツ印ついてんな、ここ知ってるで。うん、おう、なるほどね。ボスコニアン空族団やって、そこはヘブル地じゃないやん。うん、たどり着けねえ、マジかよ。うん、飛竜黒、ほうほうほう、お前持ってんの、飛竜買ってんの。うん、行く前が病にかかってる、マジか、ほんまやな。確かにね、ちゃちゃっと直せるとそんな簡単に行くんかい。この洞窟の中でおとなしくしてるはず。すまねえ、あとは頼んだぜ。あれさっきのとこじゃ多分。うん、さっきのアングル変わったとこやろ、そんな気がする。なんなんこのヘブルチとかやつ、ようわからんやつやわ。なんかもうドラゴンけしかけやがってこいつ、ほんまに。でもちょっとなんか怪しい黒いつながりがあるな、怪しいつながりあるね。ほらさっきまでいなかったけど、やっぱあそこにいる。黒い怪しいつながりがあるよね。だってさっき女王がどうのこうのって言っとったよね。女王様って言ってるってことはやっぱあっちのつながりなんじゃねえの、違うんかな。よし回復、まだセーブはいい。さあ治るんか、治るんだったらいいけど。あれ骸骨いるやん。お、お前も空賊な、カジノ、墓場カジノ。あ、オープンしたの、やったー、行こう。行く行く、よし行こうぜ。カジノとカジノ、まあ先にお前から直してやるか。お前か黒、うん、ちっちゃいなほんまに。けーって、わかるわかるって、ほんまやで。いや知ってるよ知ってる、大丈夫任せとけ。まあトーカーやろ、まあちょっとお話ししようじゃないか。ドラゴンくん仲間になるんだろ、どうせ君も。おう、え、お前女に弱いやつやな、おいこら。うん、僕なのに僕じゃない子がいるの。うん、もう一人の僕がどっかにいる。あ、一の国にいるんか、一の国やな。うん、ドラゴンやけど誰やろ。あ、フランクとニャンダルとここは、そうやったね。うん、あー、なるほどね。そうそう、俺らがいい日やでまだ話してくれたよ。うん、まあ直せるように努力してくるわ。おう、任せろ任せろ。めっちゃええドラゴンやなこいつ。天性のっていうか、女に弱いだけちゃうんか、ただの。ほらナイトメア戦になるんちゃうかな。マルがなんとかできてんちゃうか。ほんまやな。あの赤いドラゴンもそうしてくれてよかったよな。うん、言わんとく。納得しよった。自己解決しよった。ちょっとゴースト谷のカジノ気になるな。でもドラゴンにも早く乗りたいな。どうしよう。先カジノ行く。先行くかな。うん、とりあえず報告やな。直せそうやわ、ヘブルチ。おう。うん。おう、おっさんお前なかなかええやけ。おう、ほう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 、二つのタイプか。おう、秘伝のレシピを、まあ
ちょっと許したろ。ああ。よしよしよし、一の国に帰ればいいんやけど、先にさ、ゴーストの谷でさ、面白いもんやりに行こうぜ。さっきレシピ確認しましょうか。なんや。あ、極上サンドロップの作り方。いいね。裏を返せば、これで俺は極上系を、このレシピを元にやろうと思ったら作れるわけですよね。全部。そういうことっすな。よし、カジノ行くぞ、カジノ。カジノ行くぞ、カジノや、カジノ。でも関係あるか、お前。ドラゴンとか後じゃ。カジノの方が大事に決まってんだろ、お前。行くぞ。やばい、カジノ超楽しみ。よし、行こうぜ。カジノ。カジノワープ登録されんかな、一発。でもこれ、ダンジョンの中にオープンされるとめんどくせえな、そこまで行くの。どこだ？あ、近い。入り口なんかある。あそこもなんか木の板みたいな回しな。あれはただ家か。この入り口のこれやろ、多分。ちっかいやつやろ。多分。これやろ？これこれこれ、ほら。これだ、多分。これだ。なんて書いてあるのか全然わからへん。まあいいや。失礼します。失礼します。カジノとかいう面白いのをやってるって聞きまして。おー、すげーいいね。うん。ほんまや。すごいな。しかもすごい速度で作ったね。うん。おう。ブラックジャック軍隊ゲーム、ゴーストロード。下二つわからんな。はい。おっしゃー、よし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 。よっしゃー、ナイスだ。ちょ、景品まず見ようぜ。景品。ちゃうね。景品まず見せろよ。俺、お前か。お前、あれ幽霊じゃなくね、ヴァンパイアみたいなもん。軍隊ゲームの台。ちょっと待って、違うね。台じゃない、今。景品が知りたいね。お前何？特別なお客様のみ。わお。ここ多分スロットとかちゃうかな。これなんや、軍隊ゲーム。もうガッツポーズでございます。軍隊ゲームって分からんな。いや、もしかしたら知ってる内容なのかもしれんけど。ここなんや、これは。ゴーストロードの受付。ほうほうほう。なんか全然雰囲気違う。スロットはまあ分かるわ。あ、これ人間じゃないの、こいつ。あ、幽霊だからか。おい、ちゃうわ。何やったっけ？スピルトークや。幽霊や、こいつ。頭蓋骨じゃない。うん。楽しんでいるだけよって言われた。お前に一回喋る。それはめんどくさいな。お前か。両替と景品への交換。景品交換。疾風の剣。風属性変化する。ロイヤルベリー。キングバナナ。ババアナか。恵みの聖水。戦士のブローチ。移動速度が速くなる。強いね。いいね。ドボンチケット。ドボンと交換することだけ。ドボンって何や。ホーリーバックラー。これめっちゃ強いんちゃう？これ実はこれさ。159ってどんなもんなんや。この辺は空いてへんし。でもメダルの枚数おかしくね？これめっちゃすごい回数いるで。え、当たんの？ドラクエみたいにさ、全然当たりませんとか、そんなんじゃないの？違うの？とりあえず100枚ちょっと買ってみる。100枚。はい。おっす。ちょ、スロットあんま好きじゃないんでやめておきましょうか。ちょ、いる人通りやってみましょうか。スロットあんま好きじゃないんであれなんですけど、ブラックジョーク行こうかな。ここだろ？やっぱりね。一応説明聞きましょう。はい。合計21に近いからね。はいはいはい。絵札は10、エースは1か11として数えますと。うん。あとままの数字として計算しますと。はい。はいはいはい、そうですね、配られますね。まだ21なんです。そんな時新たにカード1枚めくれますと。めくるを押しましょうと。それで合計が17になりました。超えちゃったらダメですよと。はい。合計得点勝負、スタンドを選ぶと。自治キャストが勝ちだと。ブラックジャック、ブラックジャックの内外総じて勝利になる。よっしゃ、行こう。これはまあそのままやったな。よし、行こうか。それじゃあ始める。イエス。あ、最高100。全ベッド行こうか。ダメかな。負けフラグ立ってるよな。これはめくるだろう。あ、来た。おいおい、それはさ、お前ずるくね。マジかよ。ドローはないわ。まあ50しとこうか。
ドラクエのこれとか絶対当たんないですから、ね、あ、この勝負します。スタンドいきます。いったっしょ。おい、ありがとうーす。ありがとうございます。お前と戦うやな、むしろ。そこに俺一番驚いてるわ。影金このまま100になったか。続けようか。よし。もう一回くらいいけんじゃん。あ、これは引くわ。はい、お疲れさんでーす。これは引くだろう。これは引くて、普通さ。よし、全ベット。この微妙だけどなー。でも普通俺この時引くんだよな。あ、スタンドしちゃった。間違えた。間違えたわ。引くよね、普通引くよね。間違えて押しちゃった。はい、お疲れさんでーす。お疲れさんでーす。ドラクエのカジノ絶対当たんねえもんな。だからセーブしながらあれですよね。基本あの全掛けですよね。あのだからこう例えば100枚とか買って、あのスロット全掛けするんですよ。全掛けして、で、さ、あのプラスになるまでやるっていう。ガーッとプラスになるまで、プラスになった瞬間セーブして、でまたプラスになるまでやってっていう感じでやっていくんですよね。次これ行きましょうか。これ。軍隊ゲーム。説明聞きます。はーい。10枚のカードを5組の分隊に分けて合計値を競い合う。はあ、はあ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 。説明する。特殊札の2種類がある。はい。2から9までのカード。兵士。はいはい。キング以外ね。まあ、キングとエース以外ね。はい。数字そのまま、絵札は10点。うん。キング、聖者、マジシャン。必ず勝利させる。はあ、なるほど、ね。だから、キング1枚で勝てるってことだよ。要するに。逆に言えば。舞台にもキングいたら特殊し、ああ、なるほどね。そういうことね。含まれてる舞台を必ず負けさせる。はあ、そういうことね。はいはいはい。舞台を入れ替える。ずら使いだよ、注意してる。ほん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 。見本。はいはい。スロットを選んでカードを配置していく。なるほどね。勝利予想。予想するマーク。うん。あ、相手にもつけれるんだ。うん。予想が当たれば掛け金の半分が。はあ、そういうことね。はいはいはい。うん。なるほど。あー、これ結構難しそうだな。これ難しい。200枚から。もうしゃーなしやで、ほんま。もうお金持ちやから今買ったろ、もう。ほんましゃーなしやわ。ちゃうちゃう。おっちょ、100枚。ワンゲームしかできんの怖いな。もうちょっと買っとこ。あとのゲーム入れて500にしとこうか。はい、了解。よし、OK。行くぞ。どうせ後でスロットで増やせばいいし。実況外でスロットで増やせばいいし。よっしゃ。行くぜ。さあ、始めようか。200ベッツ。最低200ってきついね。あ、でもこれやと、これ1回やってプラスになった瞬間やめてって繰り返してたら金貯まるよね。特殊だ、1枚もないんやけど。マジかよ。とりあえず、どうしようかな。1個やっぱ強いやつ。だから、札の束が厚いっていうのは相手に分かるんですよね、多分ね。分かるから、これ、さ、特殊カードがあるとちょっと牽制しときたいよねっていう気がするんだよ。だから、これと、これ作ってさ、で、1枚ちょっと強いの作りたいよね。結構硬いやつ。で、多分それに特殊カードを当ててくると予想する。からあ、そうか、それに特殊カードを当ててくる可能性があるから、こうしようか。これここもう一個チビ入れとこう。でこれに特殊カードを当ててほしいなっていうニュアンスを醸し出しといての、これ両サイド、これでいこうか。だから実質これ弱いんやけど、この4枚のやつは弱いけど、これ強い予感を出しとこうかなっていう気がする。勝利予想どうすっかね。自分の陣地行くか。これ行くか。20。自分とこ最強のやつ行こうか。よし、行こう。高校。はい。
どれ来る ?8 位来た。これはまあ負けんちゃう。ほらね、純粋に。そうそう、勝てばいいんやろね。どうすっかな、勝てるって予想してるやつで当てようか。これで、この2当てようか。これ結構強いはずやから20やし。ほら来た。オッケーオッケーオッケー。オッケー、これでまず半分もらったやろ。よし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 。あ、普通に勝ったこれ。もう普通に勝っちったよ。マジか。俺結構牽制のつもりで入れたんやけどな。19ちゃう、やっぱり。怖っ。あー、だって金が入ってたらその時点で終わりやろ。金が入ってたら。1で牽制してもよかったけどな。こっち。でかい方行こう。うっそー、お前そんな入れる。あ、もう終わった。お疲れさんです。お疲れです。お、ドローや。どうすんのこれ。あ、それは負け扱いになるの。マジかよ。マジかよ。たー、これ難しいやつだな。これちょっと苦手なタイプかも。ゴーストロードやってみよう。はい、説明聞きまーす。え？あー、これ！うん。ほうほうほう。なるほどね。はいはいはい。おう。うん。了解。あ、これか。これ、死者がなる冥界の道、掛け金50、報酬10。行こうか。よし。あ、これ、カジノになってんだ。そら知らんわ。知ってるわけないわな。行くぞ。これさ、この間の感じだと。あ、やべえ、これ全然さ、この間の時より難しいわ、これ。うん、これ難しい難しい。この間の時より全然むずいよ、これ。どうしよう。やばいかも。これやばいね。ちょっと無口になるかもしれん。オッケーオッケーオッケー。とりあえずね、とりあえずオッケー。よし。で、あ、全然難しい、あの時より。早いもん、後ろが。ちょっと、丸の方がさ、やっぱさ、右利きやからさ、俺さ、早いよね。そりゃそうか。あ、危ない危ない危ない。危ない危ない危ない。めっちゃ危ないめっちゃ危ない。ちょっと待ってちょっと待って。結構余裕あるから、もうちょっとさ、落ち着いても大丈夫そうだね。ここは。オッケー、行った。ゴール。あ、簡単。余裕。見たか。これがお前、実力の差だわ。これ何回もやってたら増えるな。確実増えるな。よし、行こうやないか。これか。人玉を集めた血に読みちょっと。あ、しかも掛け金一緒なんだ。あ、これいいね。掛け金一緒って優しいな、設計的にさ。これでだってさ、これでミスってもさっきクリアした分はこれで OK なわけやろ。これめっちゃ優しい設計やな。ちょっと早くね、早くね、早くね、早くね。ちょっと待って、早くね、早い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 。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、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 ちょっと待って、早く、早い早い早い。おい、嘘だろ、嘘だろ。ほっ、ほっ、ほっ、ほっ。ちょっと待って、ちょっと待って、早い早い早い。嘘、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 嘘。ちょっと待って。え？ちょっと待ってよ、ステージ2難しすぎるやろ、お前。どんだけ難しいね、いきなりか。無償化でスロットやろう。最後スロットで今のベッド分全部かけたろ。行くぞ。これさ、目押し俺下手くそなんだよね。やばい。ダメだ。目押しできないんだよ。これパンパンパンっていくか。パンパンパンっていけねえ。結構止まる。ターン、ターン、ターン。で、行った方がいいかもしれない。ターン、ターン、ターン。全然ダメでした。はい。お疲れさんでーす。おはようございます。えいっす。パパパっていけへんタイプのやつなんやな。やーべーなー。これ、上の方の景品超気になるけどさー。これ。この辺気になるし、めっちゃ欲しいけど、これ難しいわ。これ多分実況時間内やったら俺一生ここから出れへんから、ちょっとやるとしても害かな。やるとしても害かと思います。はい。はい、じゃあ今回この辺で終わっておきましょうかね。時間的にいい感じですから。あれ？あ、ここセーブできひんの？あ、そうか、ここダンジョンの中か。扱いとしては。あー、そういうことね。
あー、ここ扱い的にダンジョンなんだ。あー、それは大変。ちょっと一回セーブしたい。ちょ、一回さ、ちょっと俺もちょっと俺もさ、ゲームの前にずっと行って2本連続で取るわけじゃないから、ちょっとさセーブしたいよこれは。あ、なんでマップが消えた。マップ消えちゃったよ。どうすんだっけマップ。これセレクトか。よし、でここでセーブして、よし、セーブします。あれ出てこない。お、出てきた出てきた。よし、文字セーブ、セーブ出た。いやー、カジノやっぱ難しいな。うん、 OK。 はい、ということでセーブしました。じゃあ今回ここまでしたいと思います。見ていただいてありがとうございました。また次のパートを見てください。それではお疲れ様です。